はい、福岡市でいつの慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントやを腰痛で悩んでいらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、今自宅なんですけども、今日はですね、治療院をさせていただいて、でその後勉強会に参加させていただいて、で今ですね、家に帰らせていただいてるっていう形ですね。はい、まあ、ちょっと疲れたんですけども、まあ、気合い入れて動画を撮らせていただければと思ってます。はい、で今日の内容は何なのかっていうと、手のしびれですね。僕が初めて来た患者さんの手のしびれをですね、たった一発で取った筋肉のですね、ストレッチ方法っていうのをお伝えできればと思います。はい、で手のしびれといってもですね、このこっち側ですね、こっち側ではなくこっち側ですね。でどんなですね、方だったのかっていうと、その方っていうのはですね、日頃細かい作業ですね、手先をよく使うような仕事っていうのを基本的にされてたりとかしてました。でいろいろ検査していった結果、僕が、ね、治療させていただいたらですね、その場で痛みじゃない、ごめんなさい、しびれが引いて、でそこからですね、今1週間経ったんですけども、その状態でももうしびれが今ないような状態ですね。はい、でそのそういうような原因、しびれを作ってしまう筋肉がじゃあどこにあるのかっていうと、この長小筋って言われるここのですね、筋肉ですね。はい、ここの筋肉が硬くなってきてしまうと手のしびれがあるっていうのがありますので、まあ、後半にはですね、このストレッチをお伝えできればと思いますので、最後まで見ていただければと思います。はい、で長小筋っていうのがじゃあどこにあるのかっていうと、はい、こちらですね、ちょっと待ってね、はい、こちらですね、長小筋ですね、肘の内側ですね、肘の内側、こっち内側、こっち外側ですけど、まあこういうふうに見せる、こういうふうにすると、大体ですね、この辺にある形ですね。わかりやすく言うと、親指と小指をこうやってくっつけてもらって、でなおかつ手首をクイッと曲げたときにですね、ここにですね、ちょっと見えづらいんですけど、腱がですね、皆さんあると思います。自分でやってみてください。もしクッとすると腱があると思うんですけど、その腱をですね、この太い腱をぐーっと辿っていくとですね、辿っていくと、この辺ですね、大体手のちょうど真ん中からちょっと内側ですね。真ん中からちょっと内側になんかこうコリコリとした、こういう細いですね、なんか筋肉があるのがわかると思います。それが長小筋なんですけど、これが硬くなってきてしまうと手のしびれとかを起こしてしまうんですよね。はい。で、それなぜなのかっていうお話をしていくんですけど、この長小筋はですね、実は、ちょっとお待ちくださいね。長小筋っていうのは、はい、こちら。はい、こちらなんですけど、結構ですね、この青く光ってる筋肉の周りにですね、他の筋肉っていうのはこうやって重なってるんですよね。重なってます。なので、この筋肉がですね、硬くなることとしては、まあ、細かい作業をしたりとか、デスクワークをよくやってる、重たい荷物を日頃持つとか、そういった手をですね、たくさん酷使してると、だんだんここを中心にですね、他の筋肉とかがですね、硬くなってきてしまいます。そうすると、この筋肉の走行がこう被ってしまっているので、お互いがお互いの動きを邪魔してしまってですね、神経を圧迫してしまって、まあ、手のですね、しびれとかを起こしてしまうっていう方がいらっしゃいますので、まあ、そんな長小筋をですね、今からですね、簡単に緩めれる方法についてお伝えできればと思いますので、一緒にやっていただければと思います。はい、まずやっていく前にですね、グッパーグッパーとか、まして自分の今しびれがどんな感じかっていうのをちょっと確認してみてください。はい、確認していただけましたでしょうか。で確認していただいたらですね、まずツボを使っていくんですけど、この親指のプクってしてるとこと小指の心ですね、のちょうど相中、ちょうどこの辺りですね、この辺り。はい。ここがですね、実はこの長小筋の、が緩むツボでもありますので、ここをですね、使っていきます。でやり方は逆の親指ですね、逆の親指でこのツボっていうのをグッと押してあげてください。グッと。グッとこっち側にですね、こっち側にグッと押してあげるような形ですね。はい。で、まあ、肩は下ろした状態でいいので、自分が楽な状態で、この、ここの部分をグリグリグリと、この部分ですね、この部分をグリグリグリと、親指でマッサージするような形ですね。グリグリグリとマッサージをしていきます。はい。グリグリグリとマッサージしていきます。で、大体ですね、30秒ぐらいですね、こういう風にグリ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 まずしていただくと、まず長小筋自体がなんとなく緩む感じがあります。で、次にですね、この長小筋ですね、さっきこうしてこうしてくださいって言ったと思うんですけど、それに沿って、その筋肉っていうのを親指で、
グッとちょっと潰してあげてください。グッと曲げて、グッと曲げた時にこの腱があるので、それをたどっていったちょうどこの辺にですね、なんかグリグリするものがあると思いますので、そこをですね、親指でグッとくっつけていただく、あ、ごめんなさい、押していただく。で、押していただいたらその状態で手首をですね、こういうふうにぐるぐると回してみてください。はい、こっちのグーはそんな力入れなくていいです。はい、軽くグーを作っとくぐらい、はい、これも同じように30秒ぐらいですね、やっていきます。はい、で大体30秒ぐらい経つとですね、で終わると、さっきやった方とやってない方では確実にですね、手のこう動かしやすさとか変わってきてますし、手のしびれがある方はですね、おそらく改善するんじゃないかなと思いますので、ぜひこれでですね、少しでも弱くなった方は、引き続きですね、これからも続けていただければと思います。はい、なので今日の話をまとめていくと、手のしびれっていうのにはこの腸小筋っていうのが、かなり関わってます。なのでまずはここですね、ツボをぐーっと30秒ぐらいですね、親指で押してあげる。まあ、ボールペンとかでもいいですよ。はい、まあ、痛気持ちいいなっていう感じで押していただいて、終わったら親指と小指をくっつけて、手首をクッとしたところの腱をですね、こう辿っていくと、大体この辺ですね、この辺に縦にこう走ってる細い筋肉があると思いますので、そこを親指でグッと押しながら手首をぐるぐる回してあげるってことですね。はい、これをしてあげると手のしびれが軽減するケースっていうのはものすごくありますので、ぜひやっていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛のおすすめの本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードして見てみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。